When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟は J1 の舞台で戦うアルビレックス新潟の勇士や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。まずは嬉しいアルビのニュースから。 J リーグは5月の月間ベストゴールを発表。 J1 ではアルビのミッドフィルダー水戸俊介の5月14日横浜 F マリノス戦のゴールが選ばれました。小林さん、いかがでしょう。素晴らしいゴールですよね、はい、水戸選手自身 J1 通算20本目のシュートが J1 初ゴールにつながったということで、とてもこのフォロースルーも綺麗で、また勝利につながったってところが素晴らしいですよね。見事なインパクトでしたね、はい、何度見ても美しい軌道です。おめでとうございます。そしてベルギーリーグ1部シントトロイデンに移籍が決まった伊藤亮太郎、今季リーグ前半戦で7得点4アシストの活躍を見せました。今日はこの伊藤が1年半でアルビに残した足跡をたどります。昨シーズン J1 昇格を目指し、より攻撃的にをスローガンに掲げたアルビ、そこに完全移籍したのが伊藤亮太郎です。絶対に J1 に上げるんだという覚悟を持ってきました。昨シーズンは全42試合に出場、チーム最多タイ9ゴール11アシストの活躍を見せました。去年10月8日の仙台戦ではまさに有言実行、自らのゴールでアルビの J1 昇格を手繰り寄せました。本当にプロサッカー選手やっててよかったなと思える瞬間っていうのが、このビッグスワンでできたっていうのが本当に嬉しいです。 J1 でも輝きを放った伊藤、シーズン17試合で7ゴールを挙げています。その全ゴール、小林さんと振り返ってまいります。まずは1本目です。第2節札幌戦でした。素晴らしいですね。このトラップも難しいし、シュートのタイミングもずらして、はい、もう狙い通りの一発ですよね。ディフェンスの間を見て狙ってこの角度、これはもうキーパー動けないですよね。そうですね。そしてこれが第3節川崎戦です。これもファーに打つと見せかけてニアサイドを抜く高難度のシュートですね、はい、いやそれもキーパーもこっちかいって感じですよね、よく反応しましたけどね、はい、こういう駆け引きがあるんだなと教えてくれたシュートでもありました。続きまして福岡戦です。第8節これが1点目。素晴らしいですよね、うん、いや抜いちゃいましたね、壁の間。うわーキーパーまた騙されちゃった感じですかね。いややっぱりシュートも技術なんですね。そしてこちらが2ゴール目、グラウンダーです。いやーこれも本当パスをもらった瞬間からこのシュート打つぞって決めてた感じですよね。うわーアウトレがしてリターン、パスも良かったですね。スイングもコンパクト、はい、ギリギリを狙っていきました。そしてこれが3点目ハットトリックです。いや転がってきますよね伊藤選手のところに、はい、試合後ボールを抱えて帰っていきましたね伊藤選手は。いやそうだったんですね、思い出のボールとともに、まあ、どれも本当にゴールの隅を狙って、この辺りも技術の高さが伺えますね、はい、そしてアウェー FC 東京戦入っちゃうんですね。入っちゃいますね。これキーパーが動くっていうところはスカウティングであったという話なので、はい、狙い通りの一発ですね。うわーチーム力でゴール。そして7ゴール目です。これ受けフィニッシュ素晴らしかったです。素晴らしいですね、あえて左足のタッチ、うん、でタイミングをずらして流し込んだ。いやお見事です。惚れ惚れしますね。いやとんでもない技術です。在籍1年半でチームメイト、そして多くのサポーターに愛された新潟のマエストロ伊藤亮太郎、そのプレーは海を越えてもきっ
と世界の人々を魅了するでしょう。そして伊藤のアルビラストゲームとなりました明治安田生命 J1 リーグ第17節、ホームに京都サンガ FC を迎えました。この日は朝からあいにくの雨にもかかわらず3万人を超えるサポーターがビッグスワンに来場。そしてこちらがそのスタメンです。小林さん、はい、トップ下に伊藤が入りました。そうですね、やはりラストゲーム、気合を入っていたと思います。はい、フラッグもいつも以上に揺れている感じがいたします。さあ前半です。ダニーロ・ゴメスからドリブル、そしてこぼれたボール伊藤です。ここでフリーキックに変わります。そうですね、いい位置で倒されましたね、うん、しかしやっぱりマーク厳しかったですね。そうですね、相手の7番の選手、そしてこのフリーキック枠捉えてましたね。そうですね、下がスリッピーじゃなければどうだったかっていうところですよね。壁にさえ当たらなければ本当に入っていた、そんな軌道でした。そして前半28分です。さあここをこぼれたボール、京都先制でした。そうですね、ちょっとこのコーナー取られるまでの流れも悪かったですし、はい、ちょっとゾーンで守ってたと思うんですけど捕まえきれなかったですよね。そのまま前半終了1対0です。1点を追うアルビ、後半27分のコーナーキックです。さあ一度伊藤に戻して、そしてダニーロ・ゴメスワンタッチ大きく、そしてこの折り返し、小林さんすごいですよね、はい、助走なしであのジャンプ力。うわ、コーチキャンプでボックスジャンプという垂直跳びに近いものをテストしたらしいんですけど、新井選手140センチ近くジャンプできるそうです。ほぼ私の身長です。すごい。ダニーロのクロスも良かったですが、ドンプシ素晴らしいですね、J1 初ゴールです。しかし後半30分パトリックのシュート強烈でした。いやー、そして PK と立て続けに失点。後半をしてただけにちょっともったいなかったなっていう、もうもったいないが続いてしまってますよね。そうですね、追いつくところまではいいサッカーだったような気もします。試合終了後ビッグスワンのスクリーンには1年半の伊藤の活躍をまとめた映像が流されました。スタンドからさまざまな思いで見つめるサポーター、そして伊藤本人も。走行セレモニーでは、新潟に来てから1年半たくさんのことを経験させてもらいました。去年は J2 優勝 J1 昇格という大きな目標を達成することができ、苦しい時も嬉しい時もサポーターの人たちはずっと僕たちの味方でいてくれました。次皆さんの前に立つ時には日の丸を背負って立ちたいと思います。最高のチャントを作っていただき本当にありがとうございます。必ずビッグスワンに帰ってこれるように頑張ります。愛する新潟、ありがとうございました。次に会うときはきっと日の丸を背負った姿を私たちに見せてくれるはずです。愛してる伊藤亮太郎。では順位表です。順位変わらず13位、しかし上位との勝ち点は離れていく一方です。アルビレックス新潟、今後のホームゲームの予定です。7月1日に明治安田生命 J1 リーグ第19節サンフレッチェ広島、7日にはヴィッセル神戸をホームに迎えます。皆さんもぜひビッグスワンでアルビを応援してください。ビッグスワンに来ているんですけれども、こちらのブースかなり人いますね。地元の元気プロジェクトということなんですが、アルビのホーム戦に設営されたこちらのブース、試合前に握力を測ったり血管年齢を測定したりできるようなんですが、実はこちら
J リーグタイトルパートナーでありアルビのオフィシャルクラブパートナーでもある明治安田生命の特設ブースなんです。当社が J リーグタイトルパートナーとなったのは社名露出のためではございません。 J リーグの100年構想やホームタウン制といった理念と地域に寄り添うという私たちの思いがぴったりと一致している、いわば志を同じくする仲間と思ってのことであります。したがってタイトルパートナー契約に加え明治安田生命は全ての J クラブとも個別にクラブスポンサー契約を締結し、全国各地で活躍する J クラブとの絆を深め地域貢献に取り組んでおります。 J リーグの発展と地域社会の貢献にこれまで以上に邁進してまいります。明治安田生命が提唱する地元の元気プロジェクトと J リーグが取り組む社会連携活動であるシャレンが一体となり、各地域の課題に応じた社会貢献活動として今全国に広がりを見せています。こちらはスタジアムへのアクセス利便性向上やマイカー来場の削減に向けた取り組み、歩いて新潟市、そして献血の啓蒙活動であるシャレンで献血などを行っています。 J リーグと社会をこう連携してより良い社会にというような目的でやっておりまして、そこに我々もですね乗っかる形で一緒にやらせていただいてます。これからもキックオフ新潟はサッカーを通して地域に根ざした活動を応援していきます。